こんにちは。リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団大阪のぞみ教会の牧師の石井和則と申します。今日は6月3日月曜日、今日の聖書箇所はエレミア書の9章の17節から26節です。タイトルは主を知る道、愛と公義を行うことです。今日も神様がくださった御言葉を共に味わい黙想いたしましょう。エレミア書9章17節から26節。万軍の主はこうおせられる。よく考えて泣き女を呼んでこさせ、使いをやって巧みな女たちを連れてこさせよ。彼らをせき立て、私たちのために嘆きの声を上げさせ、私たちの目に涙を滴らせ、私たちのまぶたに水をあふれさせよ。シオンから嘆きの声が聞こえるからだ。ああ、私たちは踏みにじられ、痛く恥を見た。私たちが国を見捨て、彼らが私たちの住まいを投げやったからだ。女たちよ、主の言葉を聞き、あなた方の耳は主の言われる言葉を受け止めよ。あなた方の娘に嘆きの歌を教え、隣の女にも哀歌を教えよ。死が私たちの窓によじ登り、私たちの高殿に入ってき、道端で子供を、広場で若い男を立ち滅ぼすからだ。語れ、主の蜜毛はこうだ。人間の屍は畑の肥やしのように、借り入れ人の後の集めるものもない束のように横たわる。主はこうおせられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。つわものは自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の蜜毛。見よ、その日が来る。主の蜜毛。その日、私はすべて王妃に割礼を受けているものを罰する。エジプト、ユダ、エドム、アモン人、モアブ、および荒野の住人でこめかみを刈り上げているすべてのものを罰する。すべての国々は無割礼であり、イスラエルの前科も心に割礼を受けていないからだ。エレミア書を読んでいると思うんですけれども、神様を受け入れるか、それとも主を選ぶのか、非常にこの究極の選択を迫られているような気がしてきます。神様をその歩みから排除してしまった民が結果どうなるのかというと、それは滅びが大きく口を開いて待っているということになってしまうんですね。イスラエルという神の国においてですね、神の支配がそこに認められないということになってしまうと、とりわけ大きなその神様の怒りが望むということがわかります。なぜならですね、北イスラエルも南ユダも、もう神様が預言者をたびたび送り続けて立ち返ってくるようにと語り続けてくださっていたからです。神様は常に対策を考えてくださっていたから、そのことを無視していた民、その民に対して神様はお怒りになられるわけですね。神様はイスラエルと契約を結ばれまして、この共同体をご自分の民としてくださいました。宝の民、祭司の王国、聖なる国民として選び分けてくださいました。全世界に対する祝福の源としてくださいました。特別な民だったんです。ですから神様にとってイスラエルは妻のようであり、子供であり、また宝であったんですね。
ですから主のもとに人々がこう立ち返ってくるときに、主はもう驚くべき包容力で何があってもこう迎え入れるというスタンスを主はお取りくださっています。その寛容さの前に私は逆に恐ろしくなるですね。国の存続も将来もすべて主の御手のうちにあって、主体はすべて神様、その夫であるですね、主人である神様がすべて主体だったんです。だからその一番重要なことをどこかに置いてしまったときに堕落がこう始まっていってしまったということなんですね。心が神様に対して全身全霊で向かっているか、これが重要です。心がこう私たちの心を丸だとすると、その丸のパーセンテージがどれだけちゃんと神様にこう向かっているか、割れていて半分ではないか、もっと粉々に分かれてしまってある一部分だけ神様のことを見ているだけじゃないか、そのことに私たち信じる者たちは気を配るべきですね。唯一であり絶対であり地であり存在の根拠であるこのお方しかおられないというところに一直線に私たちの心の全てを向けていったときに、私たちに神様は上から祝福を与えてくださるわけです。心は分かれて分散していってしまうと、その行き着く先は滅びで、力はどん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 分散して失われていって、結局別れに別れてもう国もバラバラになって、心がもうめちゃくちゃになっているのと同じように分断されて何もできなくなって滅びてしまうということなんですね。ですからイスラエルがどうなってしまうのかということは、実はその信仰者たちの心を表しているということなんですね。ということは私たち一人一人の信仰の状態というのは非常に重大だということなんです。だからこそ私牧師をさせていただいているというわけなんですけれども、実際に国の存亡に関わることなんだと捉える必要があります。国の存亡、また町がですね、その生きるか死ぬかということを分けるような出来事っていうのは旧約聖書の中に書かれているんですが、ソドムとゴモラ、そしてアブラハムがそのソドムとゴモラを取りなした、出来事を私思い出していただきたいんですけれども、ソドモとゴモラには悪が満ちていて性的な乱れがあって、外からやってきた異民族を平気でですね、性的なその欲望の対象にしてしまうような、そういう悪でソドムとゴモラは満ちていたんです。でそのソドムとゴモラをですね、主は滅ぼされることをお決めになられるんですけれども、アブラハムが取りなします。その時のやり取りが私は忘れられないんです。50人、この町の中にですね、正しい人がいれば滅ぼさないでくれ、いやそんだけいない、じゃあ40人30人20人10人と減っていって10人いなかったですね。でも神様は10人いれば滅ぼさないと約束してくださっていたんです。神様はいつの時代も公義と正義を行ってくださいます。私たちが非を認めて帰るのであれば、それを重要視してくださって、それを見てくださって、それを正しいこととして受け入れてくださるんですね。神様の正しさに私たちが生きようとすれば、神様は迎え入れてくださるんです。我々が非を認めて帰ろうというこの行為、これを神様は正しいこととしていつも迎え入れて認めてくださるんです。だから私たちもし自分の非を認めて帰るんだらば、一体どんなことが起こるんだろうかと、私はぜひ皆さん期待していただきたいんですね。こっから私が何かをこう、今まで間違っていたことを認めて帰ったら何が起こるんだろうかですね。主が支配してくださる場所を作ってくださいます。明らかに神様が働いていてくださると、周りの民が認めざるを得ないような栄光を見させてくださいます。だから私たちは勇気を持って主のもとに帰るというその義正しさの中に飛び込んでいきたいと思います。私たちは神様を誇りとして、そのお方につながるということが圧倒的にその大きな力を得る道だと明確に自覚する必要があると思います。自分に与えられた知恵を誇ることは
バカバカしいことです。自分に与えられたその力の腕っぷしの強さを誇ることも、それもバカバカしいことです。富を誇ることもそれも同じですね。御国の世継ぎとして神様につくもの、神様の相続分に預かるものとして、神様だけを誇りとして、神様が成してくださることを誇りとして、私たちは生きていく必要があります。これからですね、主がお作りになられる事柄、すべて私たちが引き継ぐ、受け継ぐものなんですね。神の創造の技、新しい天と地も作ると神様言っておられるわけですね。その新しい創造に関するすべてに我々は共に預かって、共に永遠に生き続ける、そういうスケールの圧倒的に大きな話の中に我々は入れられている。夢とかビジョンとか幻を語り出すときに、私たちはこの神様の大きなその心の中に入れられているということを思うべきです。主がこれからなさることのその偉大さに思いを馳せますと、静かに心の内側からふつふつとその私たちに力が与えられてきます。奥の方からこう湧き上がってくるこの未来を目指す力を、私たちぜひ自分のものにしたいと思います。それは祈りの中で主の心を思うところに与えられます。ではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、あなたは新しい天と地をお作りくださると私たちに約束をしてくださいました。また主は私たちのために再びお越しくださることを約束してくださいました。神様、あなたが再び来られるその時に、よくやった忠実なしもべよと言っていただけるように、神様の思いを私たちの内側に宿して歩むことが許されますように。主よ、どうか私たちが、このアブラハムがこの神様のその憐れみ、また神様の寛容さに自らの心を委ねたように、また民の救いをそこに委ねたように、私たちもあなたの圧倒的なその心の大きさ、偉大さに私たちの民を委ね、また私たち自身も神様の思いの中に入っていって、主のご計画の中にこの自分があることを知ることができますように、神様、私たちにあなたの夢を見させてください。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。